はい、どうもこんにちは、モトです。本日はですね、レックウザ特集をしていきたいと思います。レックウザのかっこよさはもう言葉では表しきれないですよね。今回紹介するカードたちはギリギリまだ手が出せる範囲なのかなと思っていますが、購入はあくまで自己責任でよろしくお願いします。1枚目はレックウザ VSR です。メルカリでの高値では約1800円での取引が見られております。購入相場的には1200円から1700円での取引が多く見られております。2枚目はレックウザ VMAX CSR です。高値では約7000円での取引があります。購入相場的には4500円から6500円程度の取引が多く見られております。3枚目はレックウザ VMAX UR です。高値では約3200円での取引が見られております。購入相場的には1700円から2300円での取引が多く見られております。4枚目はレックウザ V スペシャルアートです。高値では3万5000円での取引が見られております。購入相場的には2万8000円から3万3000円での取引が多く見られております。最後はレックウザ GX SSR です。高値では約4万1000円での取引が見られております。購入相場的には2万9000円から3万8000円での取引が多く見られております。高騰期ということもあり、他のカードも含めレックウザのカードも徐々に価格を伸ばしてきております。底値よりは価格を上げてしまっていますが、人気カードということもあり、今後も高騰の可能性は高いと考えております。個人的にはレックウザ V スペシャルアートが欲しいというところなんですが、なかなか手が出せないですね。皆さんもし1枚でも持っていたら大事に持っていくことをお勧めしたいと思います。今後もポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。